久保さん、今回「酢」にしましょうか「酢」味の素素酢、はいはい、まああれですよねまああの僕ねネットの誹謗中傷ってあるじゃないですかあれ誹謗中傷じゃなく誹謗中傷を,を見てるから誹謗中傷になるだけなんですよねだってネットにアクセスしなかったら分かんなくないですかまあもちろん周りのみんながねネットに書かれてるよみたいにね あのー、なんだろう、言ってきたら、あ、そうなのみたいになるかもしれないですけど、じゃあ、周りも何も言わない、ネットにアクセスしない。わかんなくないですか <laughs> 誹謗中傷書かれてることなんかは。まあ、何が言いたいのかっていうと、情報はね、このね、選別できるわけですよ。選別ね。うんだ僕なん。かも あのー、正直まあ久保さんもそうだと思うんですけど人ともねまあ、会社組織に入ってないんで人との交流がまずないですね日々日々人のと交流がないんですよまあ、基本的に交流があるとするならば久保さんとのこのやり取りぐらいですねでもそれもなんか直接そのやり取りしてるわけじゃなくてカメラ,ごカメラ,カメラ <laughs> にし語りかけてるだけであってうん で、自分でね、情報を取りに行けるし、で、その情報の選別もできるし、だから多くの人ってはなんかね、必要じゃない情報を取りに行っている、結局ね。必要な、必要、それ、それって必要なのっていう。でも、その選別ができない理由っていうのは、うーん、なんだろうな。まあ、知らないっていうね。知らないというか、経験がないというか、なんか情報を浴びれば浴びるほど、 汚くなるというか汚くなるというか汚染されるというかうーん,なんかまあ最終的に行き着いたのはもう本当に僕はシンプルなんですよねうんなんか最近お客さんから吉田さんこのあのなんかこうセミナーすごいセミナーあるんですけどみたいな紹介されたんですけど僕あの売る側なんで セミナーやる側だし、売る側だし、興味ないですねみたいなね <laughs>。やっぱね、発信する側になると、まあ、これも良かったなと思うんですけど、興味なくなるんですよね。買うことに。うん。だから、なんだろうな。まあ、酢か。酢ですね。酢とはちょっと関係ないかもしれないですけど、だから、酢だ,だと、うん。 どうなんですかね <laughs> これでも一文字って難しいな。す、す、すでしょまあ、僕が言いたかったのが、なんか、あの、す。字のまま。他のものを優しくか関わってないもの。うん。なんか自分にシンプルに生きるってことですね。うん、すっていうのは、そのまま生きるとか、シンプルに生きるっていう。 なんか僕はいろいろやってきて最終的にそのああそうそうお客さんに言われたのがこのそのセミナーに参加するとそのブランディングにも使えると思うんですよみたいなもはや僕の生き方がブランディングなので他社の,他社のなんか例えばそのその堀江さんと肩組みましたとかね有名な人の講演会に来ました写真ピースみたいなねとか,なんかそういうの全くいらないですよ必要ないですよ 僕の生き方が素がもは,もはやブランディング化されてるので僕はねうんそうなんかほとんどの人が余計な不純物を入れてるんじゃないかなと思うんですよねだけど余計な不純物を入れてみないとわからないこともあるので、まあ、結構久保さんも研ぎ澄まされてると思うんですけどね今 僕も研ぎ澄まされてるしでも研ぎ澄まされた理由は、まあ、いろんな経験したからこそっていうのもありますし情報をさ選別できるし人と関わらなくなったっていうのもあるしうんだまあでも大抵の人はこんな生き方できないでしょうね不純物だらけだと思うんでうん見なきゃいいんでそんなの <laughs>、ね、見なきゃいいし関わらなきゃいいっていうね結論 見ななききゃゃいいいいいし関わらなきゃいいっていうねで別に関わらなくても関われるんですよネットを通せばね、うん、あじゃあ情報発信していく情報を発信していくと自分に興味ある人を集客してるので自分に興味ある人と関わるわけじゃないですかでも会社組織だと別にそうじゃないですよね会社が決めた人材がいてその人たちと自分は嫌なんだけど会社が決めたポジショニングがあって で、そこでやり取りやり合いしないといけないわけじゃないですか全部十分でこの人との関わりもできるので意のままですよね人間関係も気が合う人としかつるまない気が合う人としかつるまないから問題があまり起こんないですよね気が合ってるからうんそう気が合うからね久保さんとのやり取りもできるし 気が合わなかったらこんな、多分ね、一番気が合うんじゃないですか。ローも一緒だしね <laughs>。<laughs> そう。うん。だから、まあ、情報発信してやるといいと思いますよ。本当に。うん全然違う世界になるんで。うーん。まあまあ、ほとんどの人はこっちに来ないんで、まあ、あれですわ分かんないと思いますけどね。まあ今ね、本当に僕はね、 あの究極の生き方だなと思いますね。人と関わってないけども関わっているっていう何かよくわかんない感じですよね。そう <laughs> なんか寂しくないんですかみたいなのもあるんですけど、まあ、特にあんまないんですよねうん。だってそれは関わってるんでネットを通してつながってるしでそれは感じれるしね。 もうお客さんのアンケートも取ったしこのこの前なんか20万文字感じましたからね20万文字の悲痛なその叫びを <laughs> だからなんかねうん何かだから1人でも楽しめる理由っていうのは、まあ、そういうところでもありますよねであとやっぱね車の運転とかもドライブなんかはやっぱ1人が一番いいんですよ1人1人で気楽にドライブしてるのが一番楽しくて やっぱ隣に乗ってると隣の人のその命だったりとか隣の人に気を使わないといけない部分あるじゃないですか。なんかうんねそう自分だけじゃないんて <laughs>、うん、このまあ生き方っていうのはね、あの僕はおすすめですけどね、はい。まあ人それぞれなんで、行ってらっしゃい。